何かお悩み事でもあるような顔ですね。あなたに今必要なメッセージ。いいか悪いかよくわかんないじゃん。どうしよう。あなたを今から浄化したいと思います。優しく拭き取って、衣装代が3980円。ホッとできるひとときをひろみボイス。今日何人来るかな、何人来るかな。自分のこともわからないのに人のことなんてわからずないんだよな。まあでもちょっとでも喜んでもらえるならそれはそれでいいんだけど、気合を入れるためにまだ一人も来ないな。自分のことでも占ってみるかな。まつげを上げてテンションも上げよう。引いて目力があるとね、結構説得力が出るって言うとか言わないとか。マスカラ、これ眉毛のマスカラだった。テンション上げるためにいい匂いがする香水を。なんかちょっと劣化しちゃったこれ。最後に口紅、これはなんだっけ、オペラか、オペラの、オペラの11、絵の11。濃いけどいっか、占い師だしね。OK、あとは前髪をセットして、よいしょよいしょ。それ僕見えるかな、なんかベリーダンスっぽいけど。仕事開始。いらっしゃいませー、いらっしゃいませー。誰か来ないかな。あ、どうぞ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 。こんばんは。何かお悩み事でもあるような顔ですね。え、あ、そうですか、どうぞおかけください。え、そうしましたら、まず手の消毒からさせていただきます。人はですね、手から受ける印象だったり汚れが非常に多いんですね、はい、ですので神聖な気持ちで占うためにまずは手の消毒をさせていただきます。では両手を出してください。はい、失礼いたします。
ついてないことが続いていらっしゃるんですね。例えばどういったことでしょうか。ああ、そうですか。それは大変ですね。かしこまりました。では本日はこちらの占いをしていきましょう。タロット占いはされたことございますか？そうですか。タロット占いはね、不思議なくらい当たるんですね。今のあなたの深層心理が如実に現れるというものがこのタロット占い。今日はですね、あなたの人間関係を見ていきたいと思います。現在とそして未来です。まずタロット占いで大切なのはカードをしっかりと切ること。この切ることも切るのではなく、あなたが神聖な気持ちをカードに乗せる必要があります。はい、まず私が切りますので、その後にこのカードに触れて今の自分の状況と未来の人間関係を教えてくださいという謙虚な気持ちでカードに触れてください。ではカードを切っていきますね。よく切りますね。はい、それではこちらのカードに触れていただきます。はい、神聖な気持ちでカードに触れてください。私も神聖な気持ちを込めてタッピングをします。あなたの今身の回りに起きていること、そしてあなたに今必要なメッセージ教えてください。教えてください。はい、それでは1枚引いていただけますか。そうです、お好きなところからどうぞ。はい、こちらですか。こちらですね。かしこまりました。ではこのカードを読み取っていきましょう。このカードがメインのカードです。3枚取っていただきます。もう一度切りますね。ではあと3枚。
ですね。はい、あと1枚どうぞ。こちらですね。かしこまりました。では今あなたが今引いたメインのカード、そしてサブのカードが3枚ございます。これらのカードを読み解いていきます。まずメインのカード、メインのカードはこちらでした。こちらのカードです。このカードを意味するものは何だと思いますか？やばい、このカードの意味なんだったか忘れちゃった。どうにかしてこっそり解説本読まないと。はい、そうですね。対面に、向かっている、対面している二人の人間がいらっしゃいますね。その真ん中にライオンの顔をした鳥のような生き物、彼らは何か持っていますね。まずはこのカードの意味をよくイメージしてみてください。そのイメージもとても大切ですので、よーくよーく、これはどういう意味なのか、絵からわかることを一生懸命考えてご自身で解釈をしてみてくださいね。少しこのカードお渡ししますので、よーく眺めてみてくださいね。その間このカードから決して目を離してはいけませんよ。よろしいですね。はい、ではどうぞ。よし、ちゃんとカード見てくれてる。この間にカードの意味を読んどこう。これは二人の間の愛やパートナーシップの象徴です。その関係はお互いの感情に基づいています。これどうやって伝えたらいいの？いいか悪いかよくわかんないじゃん。どうしよう。そうしたらサブのカードを先に読み取っちゃおうかな。全部先に読み取っておこう。やばい、全然見つかんない。これバレちゃうよ。どうしよう。あったあった、やっと見つかった。何このカードは成功と、それが世間に認められることを意味します。すごいいいカードじゃん。全然悩みないんじゃない、この人。もしかして私を試しに来たとか。いやいや、そんなはずはない。とりあえずこの2枚だけ解説してみようかな。失礼いたします。カードを一旦お預かりさせていただきますね。失礼いたします。ではまずメインのカードから読み取っていきます。こちらのカードはですね、パートナーシップを象徴しています。今あなたにはとても大切に思っている方がいらっしゃいますか？男女の中でも、友情でも、仕事でも、家族でも、そういったパートナーシップが良好に向かうことを示唆しています。お互いの感情がお互いの感情を影響し合う、それこそがとても濃いパートナーシップの象徴です。いい時もあれば悪い時もある。今もし悪い状況に陥っているとしても、それだけ結びつきが深い2人です。少しずつ良くなる、少しずつ関係を良くすることはできる力を持っている2人です。ですので人間関係はこれからどんどん良くなるというメインのカードが出ていますね。よっしゃ、結構うま
挟むの。サブのカード1枚目を引かせていただきます。こちらが出ました。これは成功と、それを世間に認められることを意味しています。あなたが今やっていることは必ず成功しますし、それを世間に認められる日が近いと言えます。はい。もし現状ですね、そのように感じていない場合は、もしかしたらあなたは認められることを恐れていたり、変な意味で謙遜しているのかもしれません。あなたがやってきたことに自信と誇りを持って大丈夫ですよ。これもうまく言えたぞ。では残りの2枚も読み解いていきましょう。やばい、今度は時間稼ぎができない。それっぽいことをうまく伝えるっていう感じでいいかな。では残りの2枚も見ていきます。1枚目がこちら、こちらのカードです。女神様のような人がいて、その下にアダムとイブでしょうか、二人の男女が立っています。そしてもう一つがこちら、キングがいますね。これはエンペラーと書いてあります。まあキングのようなものですね。この二つのカードが出ました。この二つのカードも少し想像して見ていただいてもよろしいですか。どんな意味が込められているのか。あ、お急ぎですか。かしこまりました。ではリーディングしていきますね。まずこちらのカードなんですけれども、ご覧いただいた通りアダムとイブのお二人が書いてあります。アダムとイブは生まれてから必ず守ってくださいと言われた、リンゴを食べてはいけないですよと言われた、その約束を破ってしまうという物語が、描かれているかと思いますけれども、これはちょっと注意のカードです。やってはいけないよと言われると人間はついついやってみたくなってしまう、本能が逆に刺激されてしまう生き物ですけれども、あなたは今成功を収めようとしていますので、安易な言葉だったり巧みな誘いに乗らずに自分を律しましょうというメッセージが込められています。そして自分を律することができた先には、あなたはエンペラーのようになることができる、つまり先ほどのカードと同様に成功することができます。はい。しかしエンペラーもですね、裸の王様という言葉がありますけれども、ついつい自意識過剰になったりわがままになったり人への尊敬を忘れてしまうと、自分だけが偉い、周りにちやほやされてしまうと自分は全て素晴らしいと勘違いしてしまうことにもなりかねませんので、ある意味これは注意のカードとも言えます。傲慢にならず謙虚に、感謝とリスペクトを忘れずに生活をしてみてください。はい。なんとか乗り切れた。では現在と未来の方向性が少し分かったところで、あなたを今から浄化したいと思います。はい。人間関係で悩まれてるとおっしゃいましたね。その縁を実際に切っていく、チョキ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 と切っていく、そういった儀式でございます。こちらにあるのは悪い人間関係の縁が入っています。こちらの縁も
て太いんですけれども、この円も切っていきます。サクサクと切っていきますね。では失礼いたします。切れました。もう一つ切っていきましょう。これが最後です。きれいに切れました。これらは私が燃やして捨ててしまいます。すでに切れた円です。念のため燃やしておきますので、あなたの悪い縁はすべて今この瞬間に切れたとご安心ください。次の儀式です。次はお顔についてしまった不純物、悪いオーラ、人からもらってしまった負のオーラというのを取り除いていきます。まずはブラッシングです。目を閉じてください。優しく拭き取って、優しく取り除いていきます。そうしましたら、あなたのお顔に少し消毒スプレーをかけていきます。不純物や悪い霊とか悪いオーラというのは清く正しいものにとても弱いんです。今美しい毛ブラシですね、こちらの美しいブラシ、とても高級な毛を使っていますけれども、それを使って払いました。次には少しケミカルの力も借りて消毒液を使います。そしたら少し手でなじませますね。そうですね、ちょっとお化粧とかが落ちてしまうかもしれませんが、それよりも今は悪い流れを断ち切るということがとても大切ですので、ちょっとだけ辛抱してくださいね。必ずいい波に乗れますのでね。
いい？縁もやってきます。これで、信じて、私を信じてください。この道25年のプロです。信じてくださいね。はい、綺麗になりました。悪いものがどんどん取れていきました。よかったです。ではですね、最後にお塩を振りかけて、これ以上余計なものや不純なものや悪い人間関係が生まれないようにお守り代わりとしてお塩を振ります。はい、綺麗になりましたし、これからはとても素晴らしい未来が待っています。おめでとうございます。ではお会計に移らせていただきます。まず衣装代が3980円です。タロットがですね、これ結構高くて4900円足す、消毒スプレーですね。消毒スプレーは960円で、お塩がこのアルペンザルツって美味しい岩塩がですね、これはね498円でございます。で、あとはブラシですね。ブラシこちらは結構高くて、1万5000円ですね。はい、それとハサミと封筒と紙、紙といっても円ですね。悪い円、丸い円は守っていらっしゃったものなので、封筒が10円で、ハサミが105円でしたね、当時ね。あとは鑑定料ですね。鑑定料はですね、そうですね、私の善意ということで500円で大丈夫です。はい、ということで本日こちらです。25,953円、25,953円でございます。お支払いはカードですか、現金ですか。あ、少し、そうですね、やはり今日は鑑定だけではなくてお払いもさせていただきましたし、非常に難しい読み取りではありましたので、タロット占いの結果、あれはタロットカードを覚えても意味はなくて、カードの意味と、あとはあなたのオーラと、その時私が直感で感じたことと、いろんなものが複合的に噛み合ってリーディングというのはできるんですね。そうなんです。これが500円というのは非常に破格でございまして、ご納得いただけるのではないかなと思っております。はい、そのようなことを言われましても、お客様出てしまった結果は、まあ、本当にその瞬間に出たものですので、信じていただかないと困りますし、
お塩も頼んだつもりはないと。あ、まあ確かにそうですね。あ、そうしましたらこういたしましょう。材料費はすべてカットで構いませんので、鑑定費がですね、そうしましたら技術料も含めまして500円に技術料が乗りまして、少々お待ちくださいませ。こちらですね、26,300円でございます。はい、あ、さようでございますか。占いは当たっても当たらなくてもいいことを信じて、そのいいことや希望を持って明るく生きる、健やかに生きるというのが一番大切ですので、はい、楽しんでいただけたのであればお願いします。どうもありがとうございました。またのお越しお待ちしております。